ビール飲みすぎやねんあんたとかお母さんにめっちゃ言われてるとかね。面接官の方も家帰ったらそんなもんですよ。家帰ったらあぐらもかきます、背中も孫の手でボリボリかきますよ、人間ですから。はい、ということで皆様こんにちは、リュークリューでございます。私ですね、カナダの航空会社で客室乗務員として、もうちょっとで10年目になろうとしているところでございます。はい、ということでですね、まあ、こんな私パジャマみたいな、まあ、実際パジャマほぼパジャマなんですけど、の T シャツ着てボッサボサのお風呂上がりの毛してあんた何の話するんですかって言いますと、まあ今春が来ておりまして、私も花粉症絶好調に、まあもう今日なんかもえらいこっちゃでしたわ。マスクしようがしまいが一緒、もう鼻ずうず、目もね今だいぶ持ち直してますけれども、もうコンタクトつけてますもんで、目の周りも痒いし、まつげのこの生え際のとこにムンムン描きたいけど描いたらあかんて、もうそんな殺生なみたいな感じでね、まあ花粉症をピークを迎えているわけでございますが、まあそんな春、出会いも別れもありまして、まあ特に就活の時期でもございます。まあ私 YouTube させていただいておりまして、ちょっと前、ほんまに先日ですね、YouTube ライブをさせていただいた時に、結構多くのチャットをいただいておりまして、その中でですね、CA の就活があるんですけれども、あのアドバイスありますかとか、面接があるんですけど、どんな感じでしたらいいでしょうか、アドバイスありますかとか、そういったね、あのご質問というかをかなりチャットでいただいておりましたので、まあ、今回ちょっと緊急に動画回しますとか言ったら、これ、あの、YouTuber の方がよく言うやつでね、まあ、緊急で動画回し出したら、そんな毎回緊急っていうか、別に緊急でもない。まあ、急に動画回し出しましたけれども、今回はですね、CA 就活、まあ、CA 航空会社、CA だけじゃないですね、航空業界とか航空会社に就職したいなっていう方、就活されてる方、で、面接を控えられている方、まあ、そんな方に向けて、ちょっとしたアドバイスなんていうのは私はできませんけれども、まあ、私がこれまでこう、まあ、航空業界で経験したこととかの、まあ、得た知識なんかとか、いろいろ見てきたことの経験を踏まえて、まあ、何かちょっと面接前とかに、勇気づける一言を皆様にお伝えできればいいんじゃないかと思って動画を回しております。と大口を叩いておりますが、まあ私こんな感じで冒頭も言いましたが、今パジャマみたいな格好して、ボサボサの髪の毛で、ちょっとチリチリの髪の毛で、白髪まだ染めきれてないんですけどもね、最近ちょっとフライトお休み少しいただいておりまして、今日本にいるんですが、その影響もあって今、まあそうじゃなくてもですけれども、こんな感じなんですね。なので、ちょっと皆様が思っている日本の航空会社みたいな感じから出てきた人には見えないと思うんですけどもね。まあ一応海外の航空会社であっても、まあいろいろ見てきたことでお伝えできることをお伝えしていきたいと思います。何言ってるんだっていう話なんですけど、まあ私からお伝えできるのはですね、まあ面接の時にこんな心持ちでいたら、まあ就活の時にこんな気持ちの持ちようでいたらええんちゃう？楽なんちゃう？っていう、まあそんな感じでございます。この動画を見ていただきましたら、航空業界に受かりますみたいな、そんなもんないですもんね、だってね。まあもう皆様も一番、皆様が一番ご存知だと思うんですけども、就職活動を言うたら、まあ、泣いていただくとかね、会社とのご縁って、ほんまにご縁もあるし、運もあると思ってる、縁と運ですわ。って思ってます、私は。まあ正直。はい。まあ、もちろんね、努力も必要やし、特に航空会社とかって、まあ、CA 職、CA の客乗務のお仕事だと、特に、会社によっては、こういう人が欲しいです、みたいな。まあ、見た目っていうのは、今、そういうの大々的に会社言ってないとは思うんですけれども、系統を見るとね、こういう見た目の、こういう見た目っていう顔の作りがというか、雰囲気ですよね。全体の雰囲気が、うちの航空会社に合ってるとか、合ってないとか、そういう判断もあったりするので、まあ、本人の努力次第、まあ、その会社に、こう、なんていうんですかね、自分合わせていくっていうことで、もちろん受かる確率を上げるってことはできるとは思うんですが、結局最後、何で受かるかなんて、縁やと思うんですよ。その会社に縁があれば、またその会社受けた時のタイミングとか、運が自分の味方についてたら、内定って意外ともらえたりするんですよね。はい。まあ、そんな感じで、今から、お話する、私のお話はですね、今言ったような感じで、こうやってしたら受かりますよとか、そういうお話では全然ないので、就活前に、面接前に時間ないねん。もう、ええわ、ええわっていう方は今、切られてください。時間もったいないんで。はい。聞かれそうな質問とかをね、いっぱいいろんな、想定で考えておくのは大切だと思います。はい。なんですけれどもね、面接行く前とか、まあ、就活するときって、私も今思い返したらもう10年以上前の、
話やな、になるんですよ。あっという間で怖いもんですけれども。まあでもその当時ってもちろん自分も社会人経験ってないじゃないですか。新卒だったのでね。はい。なので、まあやっぱり面接しに行くときに大人も本当に社会人、まあ大人の人に面接をされるわけですよね。はい。で、まあ圧迫面接があってとか、今時あるんか知らないですけど、そういうのがあったらあるよとか聞いてたりとかね。まあそんな緊張あるんですけど、今思い返してみたら、まあその、当時面接官やった方々、私を面接してくださった方々って、まあ自分の両親世代よりもちょっと上かなぐらいの、まあ紳士淑女の皆様によって面接させていただいた。こんなんされたとか言うと飽きませんけど、していただいたことが多かったなって思うんですよ。でね、その時すごいやっぱりなかなか、まあ私アルバイトでスターバックスで働かせていただいたことがあったんで、まあいろんなお客さんとも接客業ということはさせていただいておりましたけども、滑舌悪いのに、よう接客業やってたな、言うて、ほんまにね。そんな話はいいんですけれども、話それたら飽きませんよ、面接の時ね。あれほんまに話それてるんですけどね。まあ両親よりちょっと上ぐらいの方々。で、その時ってやっぱり社会人経験はないから、そういった自分よりもだいぶ目上の方とこうお話を一対一でとか面接でこう質問されて、ちゃんとした社会人らしい言葉遣いで返す。私なんか今バリバリ関西弁で今喋りまくってますけど、はい、私はみたいな、そんな御社はとかね、そういう喋り方で返答したりっていうのはやっぱなかなかね、学生時代ってした経験私はなかったので、そういう状況にすごく緊張したんですよね。はい。で、今となって皆様に思うのはですね、まあ伝え方ってめちゃくちゃ大切ですし、私みたいにこの話それて話すのってほんま良くないんですよ。なので、まあ順序立ててお話しするとか、自分のそのストーリー、いろんなストーリーを用意しておくっていうのはめちゃくちゃ大切だと思うんですよ。大体航空会社聞かれる質問、まあ会社のことの質問もあれば、仕事に関、その職業に関する質問もあれば、こうして、こういうお客さんがいますとか、こういう時どう、あなたやったらどうしますかっていう質問やったりとか、もう人となりを聞かれるね、質問とか、いろいろあると思うんです。だいたいパターン分かれてるし、今なんかネットがあるから何部でもそんな情報出てくるじゃないですか。で、エアライン学校とか行かれてる方ももちろんいると思うんですよ。私は行ったことはなかったんですけど、まあ、エアライン学校行ってる方であれば、なおさらこんな過去に面接で質問がされましたよ、なんていうのも確認できると思うんで、そんな情報は何部でもあると思うんで、まあ、それに対して唯一努力してできることといえば、まあ、こう聞かれた時にこういうエピソードを話そうっていう、まあ、いろんなエピソード、芸人さんちゃいますけど、ネタ帳みたいなのを持っといて、まあ、これ聞かれたら、こんな話しよう、みたいなのを、ストックしとくのはもちろんめちゃくちゃ大切だとは思いますね。用意してないような質問がバーンってきた時にも、その質問を食らいって言った時に、でもこの用意してたエピソードトークと、まあ、こうやっていったら繋がるな、みたいな、こう。で、ここまでのところはちょっと難しいかもしれない。そこはちょっとアドリブでね、もともとストック持ってる話につなげていくのちょっと難しいかもしれないですけど、つなげて自分の持ってるストックの話に持っていった後はもう、はい、私のこれはストックの話でございます。さあ皆さん聞いてください言うて漫才始めるみたいに、まあいつものネタ、自分のもう頭に入ってるそのエピソードトークをね、話すみたいな。まあそうするとスルスルとこう質問答えていったりもすることできると思うんで、まあそういうのは努力の部分だと思うんですけど、また話それたんですけどね。まあ、お話するとき何が大切かなって思ったら、やっぱり相手に興味を持っていただいて、相手にこう聞いていただける最後まで話をしないといけないと思うんですよ。で、就活生ってやっぱりまあ航空会社、特に客室乗務員のお仕事の面接の場合だと、本当に1日何百人もっとなのかな、面接官の方は、最初の一次面接とかやったら集団面接になるんで、まあ5、6人わーっと入ってこられて、まあ面接官も何数名いられて、もう本当に第一印象だと思うんです、最初の方って。で、まあ一言ずつどうぞ30秒でも1分でも喋っていてくださいっていう中で、やっぱりそこでその30秒60秒で何見られてるかって、やっぱもう基本的には第一印象やと思うんですよ。よっぽど変なこと言わん限りね、めちゃくちゃね、第一印象が良くて、失礼いたします、よろしくお願いいたしますとか言って、めっちゃこんな、まあ別に今のいい例でも何でもないですけど、爽やかな感じで入ってきて、第一印象ええやんってなった時に、お名前じゃあ教えてくださいって言われた時に、はい、私はたい焼きが大好きですとか言い出したら、あ、こいつ赤ワンってなると思いますよ。そういうのを知らん限り、第一印象と本当にその雰囲気っていうのをまず最初の一次面接とかって見てると思うんですよ。なので、まあ、話の返す内容っていうのはめちゃくちゃ大切やと思うんですけど、
この雰囲気ですよね。まあ、会社が求めてそうな雰囲気っていうのは企業研究とかしたらわかると思うんですけど、はい。まあ、そういうのに自分を合わせるっていうのもいいと思いますし、CA のお仕事って私も昔持ってたんですけど、こう結構さっそと空港さっと歩いていくようなイメージだと思うんですけど、そういうイメージで持つよりも、本当にこう、なんていうのかな、近所によう面倒見のいい、なんかようしてくれる優しいおばちゃんっていません？近所のおばちゃんで。そういうおばちゃんの感じ、そういうおばちゃんが犬来た時、にゃーねえ、かわいいなぁ、みたいな。わかりますかね？わからないですよね。私の特殊な、自分の記憶の中の、あれで話してるんですけど、まあそういうなんか誰からでも好かれ、誰からでもホッとされるような雰囲気の人っているじゃないですか、おばちゃん。特になんでおばちゃんに限ってるかわかんないですけどね。はい。そういう雰囲気を目指すと、いいんじゃないでしょうか。ちょっとだいぶ話それたらもっと戻るんですけど、まあ面接官って自分のまあご両親がちょっと上ぐらいの年齢の方がやっぱ多いと思うんですよ。なのでちょっと想像してみてください。自分のまあご両親、お母さんでもお父さんでもいいんですけど、家にいる姿想像してくださいね。はい。実家、まあ自分の住んでる家、実家帰って、お父さんお母さんがまあテレビの前で例えばゴロゴロしてる、はい、とかお父さん洗濯物抜き散らしてて、お母さんにめっちゃあんたなー言うて怒られてるとか、ビール飲みすぎやねんあんたとかお母さんにめっちゃ言われてるとかね。逆にお母さんがこうソファーに座りながらボリ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 、こんな孫の手みたいなんでね、背中ボリ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 書いてるお母さんとか、まあその皆様のご両親がそういう風にされてるとは分かんないですけど、まあ皆さんのご両親の家にいてもうめちゃくちゃリラックスしてる、家族だけしかいない時のリラックスしたその姿想像してください。そのままそのイメージを面接官の方に移動させてください。はい。ということで、面接官の方も家帰ったらそんなもんですよ。はい。もうすごい航空会社やったら特にピシッと言って、はい、よろしくお願いいたします、みたいな。ではお座りください、みたいな。やってありますけど、家帰ったら一緒です。みんな人間です。こんなん言ったらどつかるかもしれません。どつかるじゃありませんけど、まあ、こんなん言ってたらね、航空会社の人に、何言ってんねん言われるかもしれません。私は家でもずっとこうやってます。ピーンって座ってます。言うんやったらそれはええと思いますけども。そんなことないですやん。それ人間ですもん。家帰ったらあぐらも描きます。背中も孫の手でボリボリ描きますよ。人間ですからね。そう、当たり前ですよ。なのでその姿を面接中に想像しろっていうのは難しいですけど、ね、なんとなく面接ってなると、やっぱりなかなか就活の時ってやっぱり面接の回数にも慣れてませんし、すごいそんな親以外の大人とそういうお話、そういう風にすごい緊張感のある部屋で自分もリクルートスーツを着てこうお話受け答え、大人として受け答えするという緊張するとは思うんですけど、なのでそうすると面接官がすんごいもう遠いところの存在で、もうすごいこう自分をジャッジされる、ちゃんとしないとって、緊張感大切なんですけど、もう同じ人間ではないぐらいな感じに思っちゃう人もいると思うんです。私は実際そういう風に感じちゃったんですけど、今思えばですよ、よう考えてください。面接官も家へ帰ったら皆様のご両親と一緒で、一緒か分かんないですけど、お父さんは横へゴロゴロなって、おもんない、なんか、よう分かれへん旅番組見てる、おもろい旅番組かしら見てる、ボリボリしてる、将棋の番組、相撲を見てる。で、お母さんがぐちぐちお父さん言われてる。お母さんはお母さんで、なんか、牛乳も一日ぐらいやったら賞味期限切れてもいける、言うて。もったいない、飲みんや、もうお母さん飲むね、ほんなら、言うて。そんなお母さん想像してください。そのお母さんやってます。そんなお父さん家でやってみます、面接官の方も。なので、それはもちろんその企業ではそうやって面接官をされるぐらいしっかりされた方なんですが、まあ、その仕事の殻を外すと、仕事の殻を脱ぐと、まあ、普通に人間ですから皆さん。はい。なので、そんな恐れ多く接することなく、自分のご両親が会社に行った時ってこんな風にしてるんや、ぐらいな感じで、捉えると、だいぶ気楽になると思いますよ。私もまあそんなん、すごい今ペラペラ言いましたけど、私今ね、自分が就活生じゃないから、こんなこと言えてるっていうのももちろんあると思うんですが、まあちょっとだけでもこれ、ふって頭に浮かぶとね、だいぶ気持ち楽になると思います。はい。もう全然、遠い存在の怖い大人に、質問受け答えしなあかんっていうよりかは、家帰ったらうちのお父さんと、うちのお母さんみたいな感じでやってはんやろなと思ったら、ちょっとクスッとするでしょ。それぐらいの心意気でいいと思います。そしてもう一つなんですけれども、就職活動するとき、やっぱり行きたい、特に航空業界の場合って、この会社に入りたい、
この会社の CA になりたい、この会社のグランドスタッフになりたいとか、そういうすごいこうあると思うんですよ。まあ、CA になりたいって職業だけに憧れがある人もいると思うんですけど、なぜかこの業界ってこの会社のこの CA さんになりたい、まあその制服が好きやからとか、昔乗った初めての航空会社でこの仕事を目指したきっかけになったのがその会社やからとか、いろいろあると思うんですけど、もちろんそういった夢とか大切だと思います。私はこの会社に入りたいとか、そういう強い信念大切なんですけど、そこだけでこう一極集中するっていうのは実は本当良くないと思ってて、ましてやこうなってしまった時に、もしその会社がね、みんなが全員そう思っている人が受かればいいですよ。まあそうならないのが現実じゃないですか。ほんまそうなったらいいですよ。会社もほんまに自分の会社愛してくれる人だけを取りたいになればそうしたらいいんですけど、なかなかそうならないというのが現実なので、やっぱりそこの自分がここしかもうここがいいって思ったところが受からなかった時、ダメだった時のショックってすごく大きいと思うんですよ。なのでもちろんこの会社がいいな、もちろんここが第一志望やなっていうのあるのはいいと思うんですけど、なんかもう私はここの会社のこの CA の制服を着て働くんだみたいなばっかりガチンと頭に入れちゃうとね、やっぱりね、そのほんまに本命の会社受けに行く時のプレッシャーすごいことになるじゃないですか。ここに私入るんだと思ったら、一回しかチャンス言うたら新卒で受けるときね、ないわけじゃないですか。その緊張感って半端じゃないし、自分を結構プレッシャーで追い詰めてしまうところもあると思うんです。で、一つお伝えしておきたいんですけど、航空業界、まあ日本も海外もどこもですけど、めっちゃ狭いです、航空業界って。航空業界の中って一回入ってしまったらめっちゃ狭いです。違う会社とかでも、本当にこの会社からこう、移ってこられた途中でね、中途採用でこう、来られた方とか、逆にこの自分の指令が、他の航空会社に移っていったり、外資とかね、国内圏の中でも移っていったりとかっていうのがあるので、いろんな会社のお話聞けるんですよ。一回航空業界に入ってしまうと、本当にそれぐらい狭い社会っちゃ狭い社会なんです。これは本当に同業者の方みんな納得してくださると思います。なので、なんか、この会社、新卒で私はこの会社に入らないといけないみたいな思わなくても、まあ航空業界に一度入ってしまったら、結構この横の広がりっていうのは強いので、とりあえずその会社にすごくこうやるよりかは、いろんな会社にまんべんなく、私に合う会社、私と縁のある会社はどこかなぐらいの心持ちの方がね、プレッシャーも少ないし、いいんじゃないかななんて思います。とにかくですね、話はずれまくりましたけれども、まあ、全然まとまりのない話、これこそほんま緊急に動画回してる感じなんで、私こういう何言おうかっていうね、箇条書きもしてないからほんまに話それるんで、こういう話し方面接で絶対されない方がいいと思うんですけどもね。はい。まあ、心の持ちようとしては、まあ、面接官の方こう目の前にした時にめっちゃ緊張するとは思うんですが、相手も普通に人間やっちゅうね、ことでございます。はい。本当に自分のご両親が家で過ごしてる姿そのまま、浮かべてください。多分面接官の方も家で同じことされてますから。はい。ということで、そんな風に思うと、だいぶ気楽になります。なので、その面接官の方も面接中は実は緊張してめっちゃこう、はい、それではどうぞ、みたいな感じで面接官を演じてるっていう風に思ったらいいと思いますよ。だって、いつもね、家でも、なんか、なんていうの、24時間、365日、こうやって、どういうポーズかわからないけど、切磁ピーンって面接官で生きてたら、まあそれはそれで、そんな人を違反にやったらそれは確かに緊張するけど、そうじゃないですからね。ということをお伝えしたかったです。はい。何が言いたいかというと、気楽に行きましょう。緊張するとは思うんです。こんだけどんだけ言うたかって緊張するのはすると思うんですよ。ただ、緊張しちゃうと、何をなくす、忘れるかというと、笑顔を忘れちゃいます。緊張すると、笑顔してるつもりでも、笑顔めっちゃしてるつもりでも、笑顔、いつもできてる、普通に自然にできてる笑顔の半分も出てないと思います。これ2倍ぐらいいつもより口角上げてますってなってても、緊張してたらいつもの自然な笑顔よりも全然魅力が半減してます。なので、気を楽に持てないけれども、ちょっと深呼吸して、して、あ、そっかそっか面接官、自分の親、あ、そうやな。まあ、男の方でできたら、お父さんおられなかったら親戚のおっちゃんでもいいですわ。近所のおっちゃんでもいいですわ。あんな感じで植木じってはんな。休みにあんなしてはるんちゃうかとかね。みたいな。そんな風にいろいろこう、誰か知ってる人、年齢近い知ってる人に重ねて、その方がリラックスしてる時の状況とか、オフの姿を想像してですね、ちょっと、クスッと気楽にして面接受けてみられてはどうでしょうか。まあ、これはほんまに面接の裏技でも何でも、ないんですけども、そういった心持ちもありますよっていうお話でございました。
ということで、こんな私の話を忘れていただいて、もし最後まで、見てくださった方、すいません。就活で忙しい時に見てくださってありがとうございます。皆様の本当に就活の成功、お祈りしておりますし、人生にはいろんな道あると思ってます。どこの会社に入ったって、何の仕事をしたってですね、そこからまた別の仕事に移る人なんて山ほどいますし、その仕事をやってみたら実は転職だったっていう人もいますし、入って逆にここの会社に入りたいって入ったけど、入ったら意外とすぐ辞めちゃってここじゃなかったって違う会社に行って、そこでやりがいを見つける人もいるし、いろんなパターンがありますからね。はい、私もまだまだ若造で、こんなん言うてて全然人生経験もね、これからまだまだ積んでいかないといけないところではあるんですが、はい、あまりこうならずにですね、気楽にできる限り深呼吸して、頑張っていきましょう。噛んでおりました。すいません。ということで、また次回の動画ですぐお会いしましょう。さよなら。バイバイ。